またにいかよ。パリ五輪男子サッカーはスペインが金メダル獲得。敗れたフランスのファンは怒り。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。パリ五輪男子サッカーは昨晩決勝戦が行われ、延長戦の末日本を破ったスペインが開催国フランスを 5-3 で破り金メダルを獲得しました。そしてこの試合の敗北に開催国フランスのファンは怒りと悲鳴を上げているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。現地8月9日に行われたパリ五輪男子サッカーの決勝で、ホスト国のフランスがスペインと対戦。延長戦にもつれ込む激闘に 3-5 で敗れ、金メダル獲得を逃した。最後は力尽きたものの、終盤に2点差を追いつく粘りを見せたチームに、ありがとう、感動した、よく戦った、 A 代表より良かったと健闘を称える声が上がった。一方で次のような厳しい声も上っている。また2位かよ。いつもフランスの上にスペインがいる。守備は子供レベル。監督の決断がいつも遅れる。最近のフランスは決勝まで進むがめったに勝てない。カタールワールドカップに次ぐ準優勝、ユーロ2024の準決勝に続くスペイン戦敗退を嘆くファンも少なくなかった。このように伝えています。フランスは万全を期して今回のパリ五輪に臨みましたが、残念ながらあと一歩というところで銀メダルとなってしまいました。一方のスペインは A 代表のユーロに続きパリ五輪も制覇。日本は準々決勝でこのスペインに敗れてしまいましたが、組み合わせ的に運が悪かったと言えるかもしれません。では次にこの件に対するネットの反応を見ていきましょう。ただフランスもやはり底力のあるチームで、あの前半からよく後半持ち直して追いついたなと感じました。まあそう考えるとフランスと引き分け、スペインには力負けしたものの良い勝負をした日本は割とやはり実力は伴ってたんだろうなと思います。各国応援でセンターバック入れたがる理由がこれよね。一部若くても経験という部分を無視できる選手はいるけど、やっぱり経験がものを言うポジションでもある。やっぱり決めるべきところでちゃんと決めるスペインは強いなと再認識した。キーパーもスペインの方が上手かった。こういう殴り合いの試合を見られて見に行った人は楽しかっただろうな。エムバペのいるフランスが見たかったな。スペインおめでとう。この五輪で散々風が吹いてきたフランスなので、ひょっとしたらと思ったが、審判たちがどうやってフランスを勝たせるのかなと思ってたけど、スペイン勝ちってよかった。結果的にスコアは 0-3 だったが、内容的には日本は結構スペインに肉薄していたね。守備が上手いスペイン、プレスが速いも守備だからね。日本は金メダル国に負けたのだから誇っていいと思う。なんか素人目で見ててもスペインのサッカーは全てにおいて日本とはレベルが違うように見えた。今大会珍しく公平なジャッジで感心しました。この審判に柔道とバスケットの笛を吹いてほしかった。キーパーの差が出たと思う。どうせフランス勝ちありきのジャッジだろ思って見なかった。見ればよかったから。なぜ審判は公平にジャッジした？ありえへんぞ。まあ相手スペインだし。細谷の幻ゴールが悔やまれるスペインの優勝風景。 PK もまたもやフランスの汚いインチキ審判としか思えない。あれは審判次第では取る。ボールは高かったけど完全にホールディング、届かないからファールしていいわけではない。各競技で不正続きのフランス、スペインが実力で叩きのめしてくれてよかった。さまざまな声があるようですが、試合内容以上に審判に関するコメントが多いように思えます。いずれにしてもパリ五輪男子サッカーはスペインが金、フランスが銀、モロッコが銅という結果となり、日本はベスト8で敗退となりました。応援枠を使用しなかった日本としては健闘したと言えるかもしれませんが、ただそろそろ健闘しただけで終わらせてほしくないですよね。ここからレベルをもうワンランク上に上げるには選手個々の能力のアップや監督コーチ陣のレベルアップが必須となりますが、果たして日本はそれをうまくできるのか。今後の日本サッカー界が楽しみであり、
少々不安に感じるところでもあります。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。